福島市民の皆さん、そして駅前付近ご通行中の皆さん、大音量にてお騒がせいたしております。私たちは政治結社大日本国士会大東遊説隊並びに舛添要一を東京都知事の座から引きずり下ろすべく立ち上がった福島県民、宮城県民有志一同であります。本日5月17日、この東京都知事である舛添要一が我ら福島県、そして福島市にやってまいります。今この演説を聞いてらっしゃる方の中にも、初めて聞いた、この舛添要一が本日福島に来るなど知らなかった、そのような方が在宅するかと思われます。しかしながら皆さん、よく考えていただきたい。なぜ我々がこのような形で立ち上がり、この駅前の一等地をお借りし、このような形で声を上げているのか。何も今現在このマスコミで報道されている皆さんご存知のこの舛添要一の問題、これはですね、もはや東京都民だけの問題ではないわけであります。と言いますのも、この舛添要一は皆様も報道でご存知の通り、東京都民の血税を使い、まさに湯水のごとく使い、そして外遊と称し海外出張を繰り返しております。この2年間の間で舛添要一が浪費した金額、2億円とも言われております。年間1億ですよ、この金額すべて東京都民の税金であります。そして先日5月13日金曜日、まさに13日の金曜日でありますけれども、いわゆるこの疑惑、この東京都民の血税を浪費して、この問題に対し、いわゆる釈明会見がありました。この釈明会見を皆さん目を凝らして見ていただいたと思われますけれども、二言目には精査する、精査する。で、何ですか精査って。しかしながらですね、本来あの会見で東京都民、そして我々日本国民に対し謝罪があるかと思えば、謝罪らしい謝罪もなく、まさに火に油を注ぐような結果となりました。その結果どうですか。あの釈明会見を見て、東京都民の9割の東京都民の方が納得しない、でそのような結論を舛添要一に叩きつけたわけであります。これが全てを物語っているのではないでしょうか。皆さん思い起こしてください。で、2年前のあの東京都知事選挙、あの時にですね、さまざまな候補が乱立、もっとも我々はこの福島県出身の玉上先生を支持していたわけであります。しかしながら、残念ながら玉上先生は落選し、そしてあの2区舛添要一が当選したわけであります。この舛添要一当選の背景には自民、公明両党の支持があり、これを受けて当選したわけであります。しかしながら、いいですか皆さん、この舛添要一という人間はですね、かつて厚生労働大臣を兼任し、その当時自民党の議員だった。しかしながら新党改革などという党を立ち上げ、いわば自民党に後ろ足で爪をかけ、でそして裏切り、そして自民党を去っていった人間であります。このような人間はですよ、自民公明が推薦して、そして都知事に就任してしまった。
これだけを考えてもとんでもない茶番であります。自民党は一体何を考えているのか。一方で今現在の舛添要一の嫁、ね、舛添要一の女房ですよ。一部噂では創価学会の幹部である、このような噂も取り沙汰されております。いや、もはやこれは噂でも何でもない事実の問題として取り上げられております。おそらく我々